ゆうた、きゅう、ベージュのパンツを履いてる女子が結局一番変態ヤマト、こんなことです。今日は何、今日はいただき物、本日なんですけれども、ある方からいただいたあるものを紹介していこうかなと。ということでですね、コムドットっていうチャンネルは基本的に地元の5人で遊んでるところを上げる動画チャンネルなんですけども、はい、僕たち普段なんか商品のレビューとかしないじゃないですか。そういうことやったことないんですけど、今日はシンプルなレビュー動画です。じゃあまず、物から紹介していきます。僕たちがいただいたもの、こちらになります。おにゃスペシャルドカン、見ていい、もうみんな見てます。うわ、ジェンガ、ジェンガ使えない、ジェンガこれ。まあもう視聴者の方はね、分かる人は分かってるかもしれないんですけど、こちら超高級シャンパンになります。開けますね。はい、開けてください。いいですか、オープン。うわー、やっばっ、マッキンじゃん、マッキンキンよ。じゃあ超高級シャンパンのアルマンドになります。へぇー、あーけど匂うわ。ねえ、スーパーか。いや別に半額で視聴者なんです、皆さんは。あー、香水は匂うわ。これだね。お、本当だ、ダチ、これ嘘だと思ってんだろ、おい、アンチ。嘘じゃねえかよ。ごめん、嘘かよ。ごめん、マジごめん、マジごめん。このアルマンドっていうシャンパンなんですけど、大体お店で出てくると20万円で、20!?20!?ハントキックの方で出てる動画ですね、焼肉屋さんのナリさんっていう場所に行かせていただいたんですけど、その時に20万人のお祝いとしてお店からいただいたシャンパンになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこのシャンパン今から飲んでいくんですけど、まあ普通に飲んでも面白くないと。え、いやいや面白いよ。一応ですね、飲み比べしたいなと思いまして、安いシャンパン買ってきました。こちらですね、2000円です。おお、まあ約100倍で、だまあここで、まあ、このちょっと格付けを俺もやろうかなと。ガクトさんのやつだ。おお。ということで本日の企画、第1回コムドット格付けを。このシャンパンをですね、今からちょっと飲み比べて、誰が一番舌を超えてんだと。最初じゃあこれでみんなで乾杯しましょう。早速開けますか。一応20万人のお祝いという手でいただいている。テレビに出てきちゃう。テレビってあのテレビ、バカじゃねえ。肝なめし夏やってないのやれ。確かに、やっちゃうか。やろう、ほんとに。うわほんとに、それはそれはどういうこと。大丈夫、いや、びっくりした。ビビッキャーリーだ、ガチビビったって。うっせ、死んだかと思ったよ、俺。マジでやばい、どっかに向いてたら。マジやばかった。いや、こうやって開けたらマジやばかったよ。じゃあ早速、ついていいですか。え、ついでよ、できんの、プロ。うわ、おぉ、うわ、シャワーみたいな。イエー、え、すげえ、泡多くね。イエー、うわ、待って、クソくせえな。お湯だ。いや、普通に俺もうめえから。さあ、こっち来ちゃった。お前じゃあ、行きますか。うわ、やべえ、ね、なんで俺これなの。せっかくなんで、夏休み平日日本投稿プラス毎日投稿、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあお疲れ会は別でやったんですけど、うん、次の目標としては年内50万人ということで、そう、よい温度取らさせていただきたいと思います。僕たちコムドットが年内50万人いかない可能性、これいっちゃいまーい。お願いします。あっ、お疲れ様でした。あー、違う、うわ、すごい。おお、いや、ガチで、いや、ほんと美味しい。俺ら伝えなきゃいけないからね、まず視聴者さんに。じゃあちょっと普通に例えると、まずね、口触りが、まあ、柔らかい、シュワシュワしてない、無駄に舌にこうねっとり甘い感じがこうくる感じがあるよね。ここが多分他のシャンパンと違うところだと。触りがね、この舌にこう絡まってくる感じ、うん、なるほど。だからこれはもうほぼディープキス。シャンパンとディープキスしたい方はアルマンド、どうぞ。なんかじゃあさっきうるさいに言うまく、いただきます、ね。やっぱり舌触りがね、芳醇な香りを残してくれる。まあこれまるでね、シャンパンとのディープインパクトだね。うん、うまってことだな。うまってことだな、もう意味わかんないし。まあ、ゆうまくんがね、唯一チームでこのお酒を売ろうっていう。いマジ言ってたよ。今、いくらだっけ、正直言ってたの。900円。ほんと、あれ、これね、ガチなんだよ。ガチだよね。あの、ほらさ、ムニエルっちゅうの。ムニエルもうそのままの味がするんだよ。え、ムニエルを飲んでるってことか。ムニエルに、だからそのアルコール要素っていうのがカッてなる感じが加わった。ムニエルのホワイトソースは白ワインから作ってるから、うん、その味と似てる。だから魚料理の前に白ワイン勧める。肉料理の前には赤ワイン。へぇ、そうなんだ。それはもう絶対そうだ。ラオちゃん、いただきます。両手で飲んでる。ユージュル、
お前、まずいんだよ、すぎて。いただきます。いただきます。ちょっと、味忘れちゃった。あのね、これ入ってきたてはね、めちゃくちゃ優しい味がする。ジュースを飲んでるから。最初ね。入り。そっから急に大人の味になる。で、苦味が来て最後に。あと味。そのガは何の味？なんか、ちょっと味忘れちゃった。まあでもやっぱなんかこういうさ高いお酒に共通して言えることってさ、結局飲みやすさだね。いっぱい飲めるみたいな、扱いしないみたいな。じゃあそのシャンパンも今から当てていただく。じゃあ俺一回飲むずっとあ、だからあっちゃんの話早く終わらせようとして相槌激しかったのかお前。あーけどすごいわ、なんか本気でコメントしてみたい。こういうのに全部考えるわ。飲みやすい、まず飲みやすさ、段違い、ぶどうの香りが飛び級してる。完全にあんま冷えてない、冷えてない酒ってまずいやん、うん、なのにもかかわらず美味、うん、ああ冷えてるって思っちゃうよね。ほっ、女の不満見てる。ヒューガってハードル蹴っ飛ばす癖あるよね。ハードルあかー開けたハードルさいやみたいな。じゃあ最後にみんな一口ずつ飲んだらもう今から聞き合うんで。やろうお前。まあ安いと言ったらあれですけど、格付けの中では安い。うん、そうね。ポンって言った方がいい。あ、何でもいい、何でもいい。やばい。俺びっくりしてねえよ別に。最初行きたい人じゃ。あ、じゃあ俺行こう。行く？うん。じゃあヒューと行こう。いや、お前ヒューと。え、誰お前ら。え、誰お前ら。え、誰お前ら。俺？あ、まず色味が違うね。全然違う。違うわ。全然違う。こっちが安い方、こっちが高い方です。2000円のワインと20万円、100倍の差がある。最初に飲む方が A、次に飲む方が B です。高級シャンパンだと思う方をお答えください。はい。それでは参ります。こっちから。いただきます。匂いだ。ああ。せん。あんま良くないけど。A すっごいことになってる。はい、こちらが A、 こちらが B ですね。ゆうたくん、回答の方よろしくお願いします。味がね、そこまで変わんない。ああそう、目隠してるからかな。匂いがね、違うわ多分、違うとしたら匂い。いきます。高級シャンパンは B。目隠しとってください。正解です。おお、すげえ。B だ。透明。そう、全然違う。色が違う。あ、ちょっともう一回いい。全然違う。味も全然違うわ。見るとね。これでやるとね。次僕いいっすか。僕自信あるんで、A しか飲まないっす。あら、お前なんで。いきます。こちら、A です。もう A だけ飲むんで、僕は。ワンカラの匂いだけで当たられるんじゃない？どう？いきます。マジ？ A が高級シャンパンです。正解。よっしゃー、すげえ。2分1だからね。じゃあもう帰る？うん、やるよ。ちゃんとわけで、こういうやっぱスター性が大事だから、ガクトさんみたいな。はい、じゃあ A。危ない。あ、いいよ。あ、もうね、書かないでもらってあげる。持つだけでわかるから。 A が高級シャンパンです。せーの。いや、でも、決めてよ。いや、決めてやっぱなんかこう、オーラ。うさくせー、雰囲気。サウチレンジャー、アムギリさんね。ちゃんとバカなんだ、アムギリさん。でもね、バカでもね、2分の1なんで、多分当たりますよ。おおっと、自信がまんま。じゃあ、A、B。はい。可愛らしい、2つでも。うわ、わかんねー。いやいや、2個目飲んでから言えや。じゃあ次 B ね。うわー、待って、匂いちげえな。あー、アンダースタンド、オッケー。それではアムギリ君お願いします。 B が高級シャンパンです。おお、正解。これやい。そんなに簡単なんだ。何が違った？匂い。ほんと覚えてればね。見すぎだよお前。アムギリ君クリアです。すごいすごい。次どっち行くんですか？僕行きます。僕行きますよ。お前全部遅れてんな。ちょいラグ、ちょいラグ。ゆうまくんね。こっちが A、こっちが B でいきたいと思います。はい、これが A。 うん。どこ、どこだよ。ああ、
ちゃんもう分かってるかもしれない。あら、いやでもやっぱりもう一個飲んでおきたい。まあ、今外したらクソバカだもんね。そう、しかも外すならオチじゃないとダメだから。だるいよそれ。こちら B です。いきます。はい。わあ、喉で味わってんだな。あ、はい、楽勝楽勝。お、高級シャンパンはこちら B。 外すなお前は。もう不正解だよね。ガチ間違った。え、マジ間違えたの。え、嘘だろ。本当で。俺ガチ自信ある。じゃあ、はい、こっちか。こっちが A、こっちが B になりますね。うん、はい、A か。A わかんない。A わかんない。今日リンゴみたいな味する。リンゴジュースだろお前これ。バカっぽい。あーやべ、もう一個。あー、匂いは全然わかんないけどね、アルコールの匂いが強い。マジの方が。あー、うん、わかんないな。え、どう違う、どこが違う。いや、一緒。へぇ、炭酸が強い、2回目の方が。だから開けたのが遅いのかなと思う。味はわかんない。匂いも一緒。炭酸が全然違った。全然違った。泡の数が桁違う。で、まあ1回目の方がちょっと臭い。もう1回目は消毒の匂いがした。あ、じゃあそうやん。マイピードンキやん。はい、分かりました。いろいろ話すと出てくるね。うん、A が高級シャンパン。正解です。は、嘘だよお前。え、俺マジそれはないよ。え、よー、これ、うわー、え、これは古い方。これが安い、安いじゃん。いや、嘘だよお前。どっか隠したで飲んだ、その最後に。いや、そんなしないですよ。うん、B と同じ味だ。いや、いや、絶対これは B だよ。確かにこれは B です。もう一回飲んでみ。 A の可能性もある。確かに A と同じ味だ。ちょっとマジ一回やらせてよ。テンション高い。じゃあ、長津が嘘っぽい。あー、高級シャンパン。高級シャンパンだろ。これ高級シャンパンだ。カーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に。